あー煙がめっちゃ出よるじゃん。わかる？うわー、いかん。オイルのランプがついたり消えたりしてたからどうかなと思ったんだけど。ああ。はい、エルカチャンネルのショーです。朝からですね、車止まっちゃいまして今会社に向かってたんですけどね、さっきも見てもらったと思うんですけど、エンジンランプがついたり消えたりしてて、エンジン音がめちゃくちゃうるさくなったと思ったらですね、パワーが落ち始めたんですよ。アクセル目いっぱい踏んでるんですけど全然スピード出なくて、わあどうしようと思って、なんとかいけるかなと思ったんですけどダメでした。なのでJAFに電話しようと思ったらですね、契約が切れてて、お願いしようと思えばお願いできるんですけど結構な金額がかかるんですよね。さすがにちょっとそれは痛いなと、懐具合が痛かったんで、任意保険の方で入っている損保ジャパンにですね連絡しまして、そちらの方でレッカーの手配をお願いしました。40分ぐらい待っとかなくちゃいけないんですけど、その損保ジャパンから言われたのが、 JAF に入ってれば何も問題なく運んでくれたらしいんですけど、 JAF に入ってないので別の車屋さんがレッカーしに来るってことをなんですね。で、それはいいんですけど、運んでくれるのが車だけらしいです。俺は運んでくれないみたいなので、会社の人にすいませんけど、迎えに来てくださいと電話しました。今、ほんと待ってる状態です。困りましたね。エンジンをオイルだけ入れて済めばいいんですけどね。どうなんでしょうか。わかんないですね。素人判断じゃ、なんとも言えないので、とりあえずレッカーを待ちたいと思います。エンジンがいっちゃってる可能性は。ああ本当ですか。ただのオイル漏れで済んでればいいんですが、音までしてたってなるとちょっとエンジンも怖いですね。入ってないですね。修理が効くかどうか微妙なところですね。じゃあこれもうオイル入れても、そうですね、これだけ漏れてるのでもどっか破けてる可能性が高いですね。ああ。エルちゃん、ここで突然こんにちは。ミリアルです。車が壊れた手話、レッカーで車を運んでもらいました。しかし、運んだ先は、レッカーで、来てもらったその車屋さんでした。任意保険のないようにレンタカーの貸し出しがあったので、車が必要なしはレンタカーを貸してもらいました。エルちゃん、はい、家に帰ってきました。いやーもうほんと朝一からもう疲れましたね。もうほんとあの場所でどうなるかと思いました。全然違う車なんで、やっぱ緊張しますね。もう一個一個が違いすぎて、今帰ってくる時もドキドキしながら帰ってきました。明日レッカーしてくれた車検のコバックからですね、トップセンスの方に持って行ってくれるってことなので、その後に連絡があるんじゃないかなと思います。エルちゃん、